談チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。滝本仏光堂榎本です。さんです。小林です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はですね、ちょっとこちら趣旨をちょっと変わりましてね。そうですね、仏教用語を覚えましょう。仏教用語を覚えましょう。はい、はい、まあ、皆さんこうやって日頃いろんなお話されると思うんですが、はいはいはい、そういったお話のところどころに皆さんが気づいてないだけで、仏教用語というのは、この世の中には仏教用語が溢れておりますので、ね、そうなんです、はい、結構皆さん多分ご存じないと思うんですよ。ですからちょっとね、そのお話をちょっとまた一つしていただこうと思うんですが、はいはい、そのままお話するのもね、そうですね、あれなんで、はい、ちょっと4つほど、ね、お題目用意してますので、はい、失礼します。4つね、こちらさせていただいて、はい、ちょっと読みますけどね。もったいない、もったいない、言語道断、言語道断、しっぺ返し、しっぺ返し、しゃかりきと、しゃかりきと、この4つの板をね、はい、ちょっとこの中にお願いしますね。はい、でこれをちょっと小林さんに引いていただいて、はい、その出たものを、そうですね、はいはい、お話していただこうと。4枚入れます。ちなみにこのボックスはうちの美術部門田中の方が、あ、手作りです。手作りでございますので、ありがたいですね。ありがたいです。結構力作ですね。力作コバボックスありがとうございます、はい、だお願いします、はい、ちょっといかさせてもらいますね、はい、おっ、再教育出ましたけど、お、もったいない、はい、もったいない。そしたらもったいないについてね、お話、そうですね、もったいないについてお話しさせていきますとね、はい、ね、もったいない、まあ漢字、これもこれなんです、今のものじゃないんですけど、もったいない、昔この言葉はですね、今使ってるもったいないとはちょっと意味が違いまして、あ、違いますね、はい、いわゆる物がないと書きますので、はい、いわゆるこう、まあ妥当じゃないとか、まあ、不都合であるとか、まあ、言うたら否定的な、こう、そしたら結構難しく捉えてはったり、そうなんです。ですので、いわゆるそのもったいないという言葉はこう結構今みたいじゃなしに、こう否定的な感じが多かったのは昔は多かったです。はい、で、そうなんですよ。で、今、そうですよね、そうなんですよ。今やとね、例えばね、こうご飯を残したりしたらもったいない、そうですよね、なんかそんな気がします、ね、だからちょっと僕らの子供の頃やったら、あ、もったいないわけがね、ありましたね、もったいないって言ってましたね。そう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 、これがね、覚えてある人は大根が一番怖いんです。顔が大根が一番怖いんですけど、まあそんなこともありますけれども、やっぱり今やと、まあ、もったいない、はい、戒めの意味がね、うん、そっちの方が強いですね。そうです、戒めの意味が今はこう時代の流れによってこうなってきておると、はい、で特にね、最近もったいないっていうのはすごくてね、国際的にね、ローマ字の方のもったいないがあるんですよ。もったいない、もったいない、もったいないそう、そのもったいないという世界にこうもったいないからこう大事にしようとか、うん、そういうこういう、そうなんですかね、イベントっていうかね、それは各国の外国の外国でですよ、使日本発信なんですよ、もったいないという、うん、すごいですね、だから英語とかにあまりないらしいです、もったいないという、まあ、そういう意味合いの、ほー、ですのでね、ジャパニーズスタイルなんでね、どんどんこう世界に広げて、やっぱりもったいないというね、僕らのこの仕事もね、世界に貢献できるように頑張りたいな。ちょっと襟をポピッと締めてらっしゃるということですね。やっぱりこうもったいない精神でね、はい、頑張っていかなあかんという、あ、そうですか、ことです。ええの引きました今日も。いやいや、勝手から私ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません、今回はこれで以上となります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。